雷鳴先行天地揺るがす轟きを鳴り物に物語は幕を開ける聖典にあって霹靂を聞くかのごとき驚天動地の幻想祈祷 走れ大秘走れ兄上おい逃げた に立てついた具を思い知れ刺したのか古の五陰子の剣がこの程度の軽さとは笑わせぬ 短気の技を侮るか下ろ短期献血日陰王月避けたかだが次は何 その通り 次はない 남부지승 시봉지승 홍오직공성고급 김오직겸하봉군 한짐지쟁 위수량도 侵略枯骨別天界我らが聖域に何を血迷っての狼藉か望みの者は宣告伝えた通りださあよこせ貴様らが肌身離さず持ち歩いているのは知っている貴様のような無頼の手に委ねられるものではない生きているうちに手渡されるのも殺した死体から奪うのも俺にとっては大差ないだが貴様らには大きな違いであろう命より重き我が使命果たすに及んで生と死に区別なし愚かだ次はないと言ったはずだがならば受けてみよ短期献血有用了事駅魔人満床沈滅 逃げるのだそんな兄上我ら兄弟どちらか一人でも逃げ切れば天行剣は守られる逃げ逃がしはせん<笑><笑>
それがこの塚と揃いの唾をあの娘が持っているはずだ。草の根分けてでも探し出せ。私は七彩島へと戻る。はっ。はっ。娘を追うぞ。川下を徹底的に探せ。